まあ、他の方に進行はお任せしますが。どうします、私結構赤嶺さんにしたい。俺が切れるんだったら、初手はもう、席の左の席とキッチンの間の赤いところのあそこしか切れませんからね。じゃあ、オッケー。俺は一応入れた。ああ、まあまあ、入れてもいいかなっていう感じは。あぶねえ。いや引き返し思ったよ。いやまたやったんやな、モアズさん。あ、まとめてきた。よし、頑張ろう。黒猫金太郎いつ無理か。はい、ナイスナイスナイス。若さえ。いやこれどうしようかな。速攻で行くと怪しまれるから、マオジさんがどこ行くかだな。これおーおーナイス。ちょっと早めやけど。待って、よいしょ。さてと、さあご主人様は誰だろうね。いいボタン。おー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 これはいいボタンだな。あ、25歳です。そういう系ね。今日も年齢アピールだ。25歳か、若いなって思っちゃったわ。ピロンと。今ので分かったかな。ほい、はい、アルマの死体がメインホールの、除染したぐらいかな。うん、で半金で 100% 4秒以内です。で、誰だっけ、すれ違った、赤メタやったっけ、アーカイブで。いや、イズか、イズくんか。メインシャワー館で僕と足湯さんがすれ違ってます。はいはいはい。アーカイブぐらいじゃなかったっけ、ちゃったっけ。いや、じゃあメインシャワー館ですれ違ったのがハイブリさんで、うん、で、シャワーから降りてくるアルマとすれ違って、シャワーの配線行った時に足湯さんとすれ違ってっていう時期があって、ああそうやだから、4秒以内絶対。あと現実バイタル見てて、停電中、停電開けるか開ける前かぐらい寸前ぐらいに見た時点でもう2デッドです。開けるか開けやんぐらい、うん、これやったらもう その見た瞬間ぐらいに死んでるな。あのね、停電なるし、なり際にアルマと僕シャワーのタオルタスクぐらいで、アルマした僕が配線ってとこに移動したんで、ツーデッド見て、もう閉じたらパーンって開けました。ちょうどあれどこで発見でしたっけ、メインの真ん中よりちょっと右ぐらいかな、うん、一応女性に俺はいるけど、俺めっちゃイズさん自体は疑ってる。これもハイブリさん、ハイブリさん自体場所的には怪しいんですけど、なんか僕視点でハイブリさんがそんな分かりやすいキルするんかなっていう感じ。うん、できない人弾いてた方がいいですよね、うん、あと、テープタスクにいた人誰ですか、赤メタ。おう、貨物は停電中誰かがいたなっていうのを認識しつつ、僕今アップロードです、うん、ああ見えてはないけどいたのでって感じですね。藤宮さんは、停電前エレキで確認してるので、はい、まあ隙間ではいけそう。
慎太郎しゃべります。展望で停電直してます。メインのキルは僕目線、拓哉さん無理、はい、って感じ。拓哉さん目線は、あ、慎太郎さん無理です。慎太郎さん、停電の配電盤直した位置って真ん中と右から2番目で合ってますか？うん、合ってるよ、うん、はい、一緒に直しています。足湯さんに白アピしとくと、うん、ゲンさんがめっちゃいいボタンを押したときに俺が貨物で停電速直ししてるのを見てもらってるはずで、うんうん、これがインポスターシーンだったら直さず足湯さん切れたよねって思う。まあまあそうね、うん、で足湯さん切ってから停電直してもよかったはず。さんが一番近そうな印象を受けます。俺もただゲンさんのバイタル情報と合わせたら足湯さん視点でどうですか。はい、ゲンさんのバイタル情報で何秒前かってちゃんと具体的に出してもらえたら多分いけるはず。あと明らかに大丈夫、別件で疑ってます。別件、はい、ボタン押します。うまく乗っ取れたけど、乗っ取れたんだけど、うまく乗っ取れたんだけど、うん、お、もう、はい、とりあえず伊豆さんエンジンルームに置いてきて、はいはい、伊豆さんが今現行犯、はい、ごめん、僕ボタン押してたから米サボの方に行って誰かと一緒に死にして伊豆さんがミーティングに待ってるの分かったんで誰かと一緒に上がっていった。現ハイブリ秋風で、はしご登ったら、秋風さんが伊豆さんにラリアットされました。うん、なるほど。おい。で、足湯さんはエンジン。ああ、エンジン、原産ハイブリさん、足湯さんで、多分コミュサボ直されたんですよね。はい。で、そことすれ違って、拓哉が一番左に今行っていて、足湯さんが多分最後尾だったと思うんで、あれ、お二人についてってないんですかね、足湯さん。いや、まず俺が一番最後にエンジンルームにのからコミンサボ入るときぐらいにもう直って足湯さんが出てきて一緒に上がりたかったの、誰かと、はいはいはい、絶対に切られると思ったからボタン押されなかったし伊豆さんが上がってるの分かったんで、なので集合しようとしたら先にメインから来た秋風さん、うん、さらにゲンさんが来て一緒に3人で上がっていって足湯さんはエンジンで置いていったっていう認識です。足湯さんですか。あ、どうぞ。足湯さんがエンジンから宿舎に行った可能性あります？ほぼないです。来たとしてもめちゃめちゃ後半です。ないんだったら僕目線藤宮くんに白脱走、アーカイブいます。アーカイブに置いてきた藤宮くんをで僕が最後メインとシャワーの間ぐらいにいる。で私とハイブリさん目線で足江さんを切りやすそうなのは拓哉さんと赤目田さんかな。そう、赤目田は最終位置は武器庫です。コミューが多分速攻源さんが直したのかな。はい、そんな感じでコミュー入ったか入ってないかぐらいでもうタスクをやりに武器庫に降りてます。あ、うん、武器庫に降りていく赤目田くんが見てる俺。あ、はい、あ、はい、でもまあ弁当とかも結構僕は近い位置なんで、うん、どっちにしろ。そうね、給油、弁当のところの給油やってたから。うん、ああ、やってますね。うん、だ終わってから上がっていく可能性はある。とりあえず、伊豆さんでお願いしますね。あ、はい、あ、はい、入れてます。これ、ハイブリさん、僕が怪しんだのあれでしょ、はい。扉開けたのに左に行ったからでしょ。そう。対言われると思った。だから、伊豆さんとやと思ってたんでしょ。うん、もう死んじゃったからあれだけど伊豆さんの賛否を洗いたかったな昨日も。まあ僕は入れてますけど、まあ一応死んだ人が入れてる可能性もありますね。こうなっちゃうとね。ボタンをおなしゃす。はい、ボタンします。6人番目楽しんでもろて。さあ、赤目田拓哉の赤目田拓哉のあのローラー赤目田拓哉ローラーでいいんじゃないですかって言ってみましょう赤目田拓哉一本釣りで はいはい、ナイス。うん、さっきのキルは全然僕は白は取れないので初手キルとかで白アピをしていいなら話しますけどっていう
あれなんすけど、初手キルだったらおまおじさんの話ですかね。うん、そうそうそう、うん、赤メタは最終位置セキュで、あでも結局僕も切れるとは思うんですけど、最終セキュで藤宮さんに見られてて、で多分エレキって藤宮源秋風さんとかっていたから、うん、まあ、結局キッチン側から来たら切れるよね、赤メタが切れるよねっていう話にはなるんですけど、こうなってくると僕はもう拓也慎太郎のラインを僕は押すしかないって感じです、今の僕の立場は。ね、初手拓也さんがおもちさんを切ってるとしたら、多分展望のアップロードぐらい、そこだけ僕確認できてなかったから、うん、慎太郎さん後半下ってきているはず、気づいたらまあいたのと、まあ停電のところまでは被って割と移動しているので。拓也さんでちなみにアンターンってキッチン玉木、キッチン玉木です。でそこから武器庫行って下に行ってる、うんうんうん、なら一応拓也さん僕目線ではギリギリあるって感じ。あれ今のサボは私が直してます、うん、何回も直してます、うんうん、僕はもう最初から伊豆さん殴ってた源さんは高なくていいかなと思う、うん、はい、まあ、ハイブリさんも一応伊豆さん殴ってたからあんまり高くってない、うん、ハイブリ源で隠しろが、うん、さっきのそうそう、結局隠しろですよね、うん、結局だから僕これも提言は直してる、うん、だから赤メタさんのまあ短老、まあ、まあどっかにマットがいる可能性はありますけど、僕の単独か、僕はもう拓也慎太郎を押すしかない。ただ拓也慎太郎の場合って内訳老強じゃないですか、老強です、うん、でさあれ藤宮慎太郎で白取ってたのってこのゲームでしたっけ。いや別のゲーム、藤宮君から僕に白は多分出ない、僕からの一方的なものだから。んサボの直したとかのあれは初日停電を慎太郎さんが直してて僕が場所を行ってるって形。そうだからこの拓也慎太郎ってこれ二郎ケースしか成立しえないと思うんですよ、うん、あでも村目線多分それで拓真の兵糧は終えるんじゃないかな。終える終える終える、口は裏を合わせるだから僕目線はそれを押すしかないんですよね。うん、まあ、他の方に進行はお任せしますが、どうします森さん、私結構赤目田さんにしたい。俺が切れるんだったら初手はもう関の左で関とキッチンの間の赤いところのあそこしか切れませんからね。エレキはみんな塞いでるんだから、俺は拓也慎太郎の2つをずっと押してる、はい、ダンスップしてます。じゃあ OK、 俺は一応入れて、まあまあ入れてもいいかなっていう感じは、いやーっとね、もう絶対ボタン押して次 PP なんだよな、タスク頑張りますわ、ごめんね。 OK です。はい、あぶねー、うう、さあさあ頼むぞ、ナイス。ハイブリさん、尻拭いたらやばいからちょっと隠れとこう。頼む頑張ってくれ、ナイスかー、まあ一応パワープレイですけど、うん、まあワンチャンシェルフィーいるかもしれないから警戒します。僕はスキップします。はーい、まあまあタスク終わんないっすよね、無理っすねタスクは。竹谷さん僕キルボタン連打していい？うん大丈夫です、隠れてます。はーい、いや慎太郎さんカチ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 って俺とやり合ったことあるからな、頑張ってもろて。よっしゃ、あーいるいるいる頑張れ頑張れ慎太郎さん、頑張れ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 、いけるいける頑張れ頑張れ頑張れ、どっちに行ってる、下か上か、どっちだ、左側で左側にいる、左側にいる、セリフ対応しやめてよ、うおーナイス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 マジかゲンダリだナバワナバワナバワちゃったイージーナイスジェン、これはやられた、連打してなかったのか、オッケー、ったんだこれ白くなってハマってました、本当に連載できたのかよ、そのセリフさあゲンさんが扉開けなかったから、うん、なんかちょっとやばいなってのはあったんですけど、あーマジか、藤宮さんへの5社だけ怖かったんで負けちゃった、僕はタクレちょっと動いたけど見てたよちゃんとかき氷って言ってたサボったのかけたけど
みんなでもリスクあったけど、お見事でしたね、人外。ナイスでしたね。